コツの大趣味部屋へようこそ。今回はね、前回の、続きということで開封編です。はい、早速ね、まあ開封していきたいと思うんですが、一応ね、今回このクリアファイルっていうのがね、まあブラインドになってるんで、何が出るかわからないっていう状況なんですけれども、実はね、こちら、全部で7こう当たったんですが、実は現地でもうすでに、相方とちょっとね、めくっちゃいましたんでね、もう中身がもう分かっちゃってるんですが、一応ね皆さんに再度、一緒に見ていきたいと思います。はい、何が当たったかっていうのをね、はい、おさらいじゃないですけれども、いきます。はい、まずベジータ、マジンベジータ、いやーめっちゃかっこいいよね。うわ、かっこいい。めっちゃかっこいい、マジンベジータ。裏がドラゴンボール。はい。で、こっちが、スーパーサイジン2の孫悟空。いや、いいね。はい。この2枚ですね。だいたい2枚入ってますね。だいたいじゃなくて2枚入ってるんですけどね。シークレット以外は。で、次が、はい、身勝手の悟空、いや出ましたね。これはね欲しかったですね。いやいいね。で、もう一つがブロリー。いやすげえ、うん、この2枚はね欲しかったね。はい、いやいいね。はい、よし、じゃんじゃん行こう。次がですね、ちゃんとね、はい、はい、ダブリー、はい、早速ダブリーです。この段階でね、もうあのコンプの夢がないんですけどね、この、まあ、シークレットを抜いたコンプが。はい、次、ピッコロさんとゴーテンクス。はい、マジンブーのね、ブーブーボレーの時のね、コンビですね。次。じゃーん、はい、ダブリー。はい、ダブリー。いや、なんだかんだダブるよね。はい、ラストじゃないけど、はい、はい、無菌悟空。デムキンクス。はい、なんでこれ、ね、親子じゃねえんだよね、うん、まあそうだね、こう力だけをアップさせるっていう変身の仕方は一応ね原作ではこの2人しかやってませんからね、うん、ベジータはあえてやってなかったっていうね。はい、なのでこのムキムキ悟空とムキムキトランクスでね、まあ結局あのシークレットあれ出なかったのかっつったら実は出たんです。はい、ここに載ってないやつがシークレットですよね。はい、出ました。はい、来た悟空スーパーサイジン4。すごいねこれね、ピッカピカよ。ちょっとメタリックになってんだよね、うん、メタリック、これだけね、やっぱあれメタリックなってて、しかも、はい、両面印刷、すごいキラキラメタリック仕様。いやかっこいいね、ベジータめっちゃかっこいいし、うん、このメタリック感、これがシークレットですよ。はい、でね、大体ね、選ばせてくれるんですけど、こうやってねみんな触って、これ1枚だからあれ薄いだろうって思うけど、このね紙によってマシになってるんで全然わからないんですよ。うん、わからないようにされてるんですよね。いやー作詞だわ。はい、
まあ、皆さんもねちょっとそうやって多分シークレットは 1枚だからみたいな感じでね、柔らかさをやっても多分あんま分かる、ほぼ分からないと思う、うん、俺もこうめくりながらね、あれシークレット入ってっかなって1枚ずつやったけど全然あの差がないんでね、うん、だから分からないと思います。 H の小皿はねこれも、一応もう見ちゃったんですが、改めて見ていきたいと思います。はい、こちらデジット、はい、有効の有、うん、前回のね丸じゃなくて今度はスクエア型つって四角ですね。これ何、うん、はい、2個目いきます。はい、身勝手の極意極み、いやいいね、これはねあの小皿の中でも一番欲しかったやつですね。でまあブロリー出なかったんですけどね、うん、いいねかっこいい。続いては、湯飲み、地上湯飲み、まあ一応ね、まあ、絵柄は分かってるんですけど、どういう感じかっていうのをね、見ていきましょう。はい。ドラゴンボール。いや、本当に湯飲みだね。あ、こっちに、そのキャラのね、漢字一文字。誇り。プライドですから。ミスタープライド。いやー、いいね。これで、ね。多いお茶でも入れてねこう飲みたいです ね、 こうね実際使うかっつったらどうかな。はい、続いて、悟空、よっこらしょ、はい、いやかっこいい悟空、いいね、神神、いや、いい、これ、かっこいい、悟空。めっちゃかっこいい。はい。はい、続いて、ブロリー。よいしょ。はい。やっぱここはグリーンになってるね。はい。ブロリー、ボー。いや、グリーンだからちょうどいいね。お茶に。はい、続いてがね、F 賞スマホスタンド。これめっちゃ欲しかったやつ。はい。実際ね、これは、もう、開けてます。はい。ざっとこんな感じですね。いや、めっちゃなんかすげえ良さげ。ちょっと開封してね、組み立ててみましょうかね。はい、はい、一応組み上がりましたね、こういう感じですね。はい、こういう感じ。厚さはどうなんだろうね、うん、まあ、多分ほとんどのスマホが入るんじゃないかなと思いますけれども、ちょっと自分のね、持ってる、スマホを入れたいんですが、自分が使ってるのはね iPhone7 Plus の方です。一番大きい機種ですね。はい、これが入ればほとんどが入るはず、はい、ということで、入れてみたいと思います。入るか、はい、入りますね。普通に全然まだ余裕があるぐらい、うんうん、ただめっちゃ隠れてるけどね。めっちゃフリーザが隠れるっていうのはすごいよね、うん、フリーザガンムガンムシっていうね。でもすごいね、ただでさえ大きい iPhone7 Plus に、カバーつけてるんでね余計大きいんですけど、それも全然すっぽり入るぐらいです。はい、すげえ使いやすいなこれ、うん、こうやってねポンって、いやこれいいよ、うん、いやこれほんとね重宝しますね、はい、ちょうど床とかにねいつも置いてるんでねスマホね、うん、
だからこれはちょっとちょうどいいね、だから欲しかったんですよ。はい、はい、やってきました。ついに、フィギュアの開封といきましょう。はい、ではね、A 賞の、スーパーサイジン4のゴージータが、こちらをね、開封していきたいと思います。ではね、まず中身の多分ねブリスターじゃないと思うんだよね、袋だと思うんで、そこまで持っていきたいと思います。はい、開封しました。案の定、ブリスターではなく袋でしたね。はい、見ていきましょう。まずね、尻尾、はい、で台座で本体が、もう買うとね、もう全て、合体している状態ですね。はい、この3パーツ構成ですね。はい、では早速ね、組み立てちゃいたいと思います。はい、組み終わりました。では見ていきましょう。はい、はい、まあ一応ね、今一通り、自分の方でチェックさせていただきましたが、まあどうなんでしょうね、まあちょっと尻尾とかがねちょっと安っちいかなっていう感じがしますね、作りがね、明らかにプライズと変わらない感じ、あとちょっと毛先がちょっとバナナっぽい、もうちょっとトゲトゲしててもいいかな、あとね、あの個体差なんでしょうね、自分の場合指の先端に、ちょっとねグレーの塗料がついてるんですよ、もうここら辺も雑だなって感じますね、あとここになんかノリの跡が、ついてます。ここら辺もね、雑、はっきり言うと、期待してただけにちょっと残念な感じは受けますね。まあ、一応ねフィギュアの出来としては、まあ、悪くはないんですよ、顔もね、頑張ってる方だと思います、こんな感じでね、ただそれ以外の部分でねちょっと足引っ張っちゃってるかなっていう感じを受けますね、もうちょっとなんかこうマット感っていうのかな、なんかこう造形というか、まあ、作りっていうのはなんかはね安っちいんだよね全体的に、まあでもね、まあ、かっこいいですよ、まあ、正直ね、ただやっぱね一番くじだから、ちょっと期待値が上がってた部分はあるよね、やっぱちょっとプライズを上回ってくれんじゃないかなっていう方にねやっぱ期待がいってただけに、ちょっと悪い意味で期待を裏切られた感がちょっとあるかな、ちょっとねこの本当ね塗装とかこういうの本当しっかりしてほしいね、検品とかね、マジ勘弁してほしいよね。まあ、別にね、塗装して上から塗ったりしてね、補修できる人がだったらいいんですけどね、まあ、多分言えばね交換してくれるとは思いますけど、もうめんどくさいんでね、はい、ということでね、A 賞の、とりあえずスーパーサイジン4のゴジータ、こちらをまずね、ご紹介させていただきました。ではね次の賞に行きましょう。はい、次の賞が、こちら、はい、ドッカンバトルコラボ賞、はい、こちらのね、スーパーサイジン4の悟空、こちらをね、開封していきたいと思います。ではね早速、袋の状態を見ていきましょう。はい、袋の状態持ってきました。見ていきましょう。はい、まずはね、さっきと同じように尻尾ですね。はい。そして、はい。ドッ
間バトルの、ロゴが入った、プレートですね、はい、で、台座で本体と、はい、さっきとね、違くて4パーツ構成ですね、はい、では早速ね、組み立てちゃいたいと思います。はい、組み立て終わりました、見ていきたいと思います。まずねちょっとネームプレートだけ、ちょっと動かしてください。 あのねこの段階で言えるのは、すごく安っち作りがねもうなんだろうな、もう裏もスカスカだしね、うん、ちょっとここもうちょっとリアル感出してほしかったね、テッカテカいしね、うん、で、問題のね、フィギュアの方なんですがこちらです。はい、ちょっとねちょっとこれを見た時にちょっと衝撃を受けたんですが、これパッケージとは明らかにね違う感じがするんですよねうん、なんだろうな、すごい寄り目すぎねえかっていうのがあるんですけど、なんか全然パッケージと違うんだけど、なんかね思ったのと全然違うんだよな、うん、まあ、相変わらず台座はさっきと同じで安っちんですよね、作りがね、うん、裏も、もうほとんど肉抜きされてスッカスカですね。ベジータが、プライズ出てるんですけど、まあ、それに合わせて、そういうね材料の、材料費とかねお金のコスト面でね、ちょっと合わさざるを得なかったのかわかんないけど、一番くじレベルかって言ったらちょっとね前回のブロリーとかね悟空とか、ゴジータと比べると明らかに質が落ちてるんだよね。これちょっと残念だな、もうね寄り目すぎてちょっとびっくりしちゃったんだけど、これが普通なのかな、個体差なのかわかんないんだけどね、うん、まあ、一応パッケージの方も見ていきたいと思いますが、パッケージはこちらなんですよ。これ全然違くないですか、パッケージが明らかに違うパッケージ、これちょっと盛りすぎだろいやこの状態で出てきたらすげえもう感動もんだったんだけど、ここの毛とかのね陰影もないしね、こっち、シャドウも吹いてないし、これとこれですよ、なんか全然違うよね、なんかすごい白すぎるしね肌が、これはちょっとね、まあ、確かにねあれなんですよ、まあ、このスーパーサイジン4の悟空に関してはネットでもね結構叩かれてるんですよね、パケと違うっていうねなんか詐欺だっつってね、うん、全然ちげえじゃねえかよっていう意見がねすごい多いんですよ。だからみんなほんとね期待してたんだと思うんだよ、このパッケージの、ね写真を見て、これが出てくるもんだと思って手に取ったら全然ちゃうやんっていうね、うん、俺もちょっと分かったわ、なるほどねって感じですね。寄り目すぎだな。まあ、とりあえずベジータに期待だなこれな。まあ、とりあえずベジータと対になるんでね。ベジータを、
まあ、自分はね UFO キャッチャーやんないんで取らないんで買うと思いますけど、買って並べて、で中央に、こうゴジータをね置くと、そうするとこうジオラマチックになるんじゃないかなっていうので、まあそこだけの期待でねちょっと、モチベーションは保っていきたいと思いますちょっとねショックだな俺。まあどう思うか人によりけりだけどね、うん、まあ、もしねこれスーパー他のねあのスーパーサイジン4のねあの悟空を見ちゃってるからかな、なんか見劣りするんだよな。まあね、スーパーサイジン4の悟空のフィギュアがこれが初めてっていう人だったらもうすごくいい出来だって思うかもしれない、うん、何個もね、スーパーサイジン4を見てきている身としてはちょっと一番出来悪いかもしれない、うん、いやー角度的にはすごいかっこいいんだけどね、角度重視になっちゃうけど、って感じかな。まあこればっかりはね、まあ凝り引いてね、喜んでいる人には本当申し訳ないけど、まあ一応ね、コレクターとしてね、いろいろと見てきて、感じてる部分を率直に、申し上げているんで、ね、あってね、決してディスってるわけじゃないんですよ。ちょっとやっぱファンとしてね。もうちょっと頑張ってほしかったなっていう思いが強いかなっていう感じでしたね、今回の一番くじは、まあこれを見て悟空とかはもう惜しかったけどどうかな、悩むね。はい、ということでね、まあ、一応今回はね、これにて終わりたいと思います。よかったらね、皆さん、チャンネル登録、あとねいいねボタン押してください。一応次回の、予告もしておきます。一応ね、これを引いたその日に、実はガチャガチャもやってきたんでね、それの排出結果っていうの、それもご紹介していきたいと思いますんでね、ぜひね本当チャンネル登録してお待ちください。今日はではこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。